さてどうする。多分これ高低差があるので真ん中の階段経由でないといけないと思うんだよね。でそれがあるのはいいんだけど多分詰まると思うので、また階段のところは牙が移動遅くなるのでどうするかな。1、2、3、4、角から弓で撃つと考えても敵当然射程が6マスだからなかなかそれで対応できるかというと対応できない。かといって計略でやっていくのもなんか無粋なような気がするしね。やっぱりちゃんと戦った状態でクリアといきたい。どうするかな。レスキューをうまく使って対応するか。だがここでクリアとならなかったらまあどうするんだって話だよね。さて胃が痛いな。これはまず誰か祝福使えたと思ったんだけどシルバンじゃなかったっけかな、それ使えんの。わバカやったな。じゃあシルバンも動かすか。で敵上面が来ても南側で足止めすればいいん でその時は強い武器を持ってないこの人にフェリックスにね行ってもらいましょう。こんなもんかな。いや出てこないな敵援軍。そして誰に使うか。話の流れだと当然ディミトリに突っ込ませたいような気はするけどね。計略また今使うべきかどうか。あれこれ3人に引っかかる。周囲すべてかひょっとしたら。いやそんなことないな。あー届かないのこれあー微妙だったな。移動速度アップがあるはずなので計略移動速度アップこれ使わせて待ったなしでいきましょう。敵形態変化あるからそこ考えると一回じゃ倒せんか、まあ、当然ね計略使えば安全にいけるんだけど。あーそっかこれ一旦破壊しないとダメか。なるほどなるほど、ああそういうことね。これ破壊すれば当然敵が混乱するのでその間に全員で詰めてダメージ与えろっていう。でこれの効果で障壁があるとダメージを 50% 減、アーマーブレイクせず毎ターン復活というのがあるので多分これなんだろうね。だから壊すと次のターン即座に復活すると反撃でやられるのか。だがやっぱ計略使わないとダメか。その変わり果てた姿が君の報じた理想の果てか。哀れにはしない。それが君の望んだ未来だというのなら勝機をつかむ。これでまず一回破壊、注意を引きつけた。これ敵反撃範囲は消えてないよね。当然これ攻撃やれば
反撃食らうけれども必殺はないんでね。なるほどなるほど、いけるね。わかったわかった。命中率良いものを。ああこの場所からでもいいか。戦技狙撃。71%。これ今何迷ってるかというと、あまり前に行きすぎると帰ってこれなくなるんでね、射程外に戻ってこれなくなる可能性があるから、どこまで行くべきか。これで障壁は壊したはず。でも37しか食らわないんであれば、他のキャラでもこれで範囲外に出られる。敵混乱は、ああ混乱はないのか。ひょっとしたら20食らうが4回攻撃。ぐ2回ミス。2回、うわーよかったよかった。まず1個分壊した。多分これで障壁も、これ障壁回復してない？え、なら一気に詰めた方がいいんじゃない？エクスカリバー、うわダメだ、反撃で倒される。なんか急に強くなった効果発動してるんだろうね。 HP が 50% 以下で敵から攻撃された時先制攻撃。この辺りではないと思うけど、ステータスが上がってるってこともなさそうだけど、23、あ16だから負けてるか。この辺りは勇者の槍、倒しきれはしないが必殺にかけることは可能。一発目かわされ、二発目もかわされ、さっきと同じような展開になるというのか。これは最後必殺欲しかったけどな。うん、でも引き寄せやってるから他のは突っ込ませても反撃は食らわないはずなんだよね。引かざるを得ないか。 100%、まだ引き寄せ効果を発動しているようなので攻め立て、まあ 50% 以下にならなければそれら効果発動されないんで、これダメかな。エクスカリバー、うーんダメか。魔法勢が今何もできてないんでね。じゃあターン終了しましょう。うん、ディミトリ狙ってる。でこれ 57×2 なので反撃で倒せるんじゃない。171、これ最後誰に倒させるかの問題も出てきたな。なんか怒りのマーク来たね。これ何、即座に今行動やった？2回連続攻撃がひょっとしたらあるのかも。障壁発動確認しましょうか。
で、これからさらに何か変な、こう、あ、やっぱあるな、一旦に2回行動できる。さらに変な行動されるとどうにもならないけど、50パー以下に減らさずに勝てばなんとかなる。計略55%。援護しましょう。よりごのみしてる場合じゃないさ。当たってくれてるね。ん、これも破壊できてるかな、ちょっとよく見えてないけど、もうないよね。となると最後どっちでとどめ刺させる。 52×2 主人公か、それともパートナーか。誰で行けばいいというのか。デミトリで行ってダメならば最後主人公。見えている。うん、主人公にとどめを刺せと言ってるね。さすがにとどめを刺すのは忍びなかったのか。君の負けだ、エーデルガルト。歴史は時のよすがをたどり、フォドラの大地に新たな炎が灯される。帝都アンバルが陥落し、アドラステア帝国は滅亡した。ここに5年半に及んだ戦乱は収束し、次なる時代が幕を開けたのである。フォドラはファーガス神聖王国の名のもとに統一され、セイロス正教会は帝都から救出されたレアの大司教引退に伴い、運営組織の再編が進められた。ディミトリはファーガス神聖王国の王座を正式に継ぎ、旧帝国領、旧同盟領の諸侯をもまとめて新たな治世に踏み出す。弱者が虐げられることのない太平の世を目指し、聖堂を歩む国王を支えたのは
正教会の新たなる大司教だったという。全てはこれからだ。ピャ。お主、一人で格好つけて黄昏れおって。どうせわしの存在などすっかり忘れておったのであろう。今日はいつでもお主と共におるとも言うたぞ。それとも。かけらも残さず消えてなくなってしまった方がよかったか。うん、お主が寂しそうにしておるからこうして戻ってきてやったのじゃ。そうじゃろう、そうじゃろう。ま、わしがおるから泣くでないぞ。しかし、よくやったの。もちろんお主を信じてお主と一つになったわけじゃが、ここまでのことをなすとはまったく予想外じゃったわ。一度死にかけたしの。さあどうかの。わしもよく覚えておらぬわ。ま、終わりよければすべてよしということじゃな。え、なんじゃそれは。いや、指輪なのは分かっておるが、誰に渡すつもりで用意したんじゃ。お主、ほほうって、そんなわけがあるか。いや、まさかわしの思いが真相でこやつの行動に影響して。これではわしがこやつとちぎりたいと思うほどこやつのことを好いておるということになるではないか。あ、お主、聞いておったのか。そじゃ、わしはお主を好いておる。恋焦がれて心を模して思うておる。じゃからまあ、この指輪はわしが受け取ってやろう。そうじゃ、何しろわしとお主は心の奥深くで一つにつながっておる。これはもう一生添い遂げる相手みたいなものじゃろ。お主の胸の内にある石はもはや飾りじゃ。わしはお主の本当の心の中に存在しておるのじゃ。ほれ、得せんか。わしに渡したつもりで自分の指にでもつけておけばよかろう。わしとお主は離れようがないからの。分かっておるか。いついかなる時も何が起ころうとも誰よりもお主の近くにおるのじゃ。わしはお主を思うておる。お主がわしを思うておるのもわかる。そうじゃな。もはやわしらの間で隠し事はできん。お主が滅びる時がわしの滅びる時、世の終わりまで共に旅しようぞ。
きたいことがたまっておるのじゃ。まずはあれじゃ、お主、わしが前に言うておったじゃろ。あれほど油断してはならぬと言ったのに、まったく。というわけで無事クリアとなりました。なんか続きありそうなね、気がするような終わり方だけどね。なんか魔物系の最後のボスがいても良さそうなんだけどね。もしかしたら他の勢力でやるとそのあたりが分かるのかもしれないし、またダウンロードコンテンツで何か明らかになるのかもしれない。まあいずれにしても、いやー長かったもうこの一言だね。55時間以上は多分やってると思うけど、細かいデータ後で見れるんであれば見たいけれどもね。まあそれでもやってはよかったと思う。まあ、直近のファイアエンブレム3作ぐらいはね、任天堂スイッチから続けてやってたというのと、本当に一つ前にねファミコン版のファイアエンブレムクリアまでやってたので、このソフトが発売する数日前かな、数週間前ぐらい、2週間ぐらい前、それまでやってたんでね。まあ、その時のファミコン版と比べてすごくなったなとかね、言いたくなるけどね。任天堂 3DS とか任天堂 DS とかそのあたりと比べてね、やはり音声とかが追加されたことによって、またムービー等もね多く追加されたり、描写も綺麗になったりで、かなり見た目の進化は大きいんで、そのあたりも含めてアニメ的な部分でも楽しめたんじゃないかなと個人的には思いますけど。とはいえもう一言で言って長かった。まさかその前半の後に後半もあって、まあ第2部みたいなものがあって、さらにねだいたい同じぐらいのボリュームあろうとは思いもしなかったんでね。もっとテンポよくクリアできるかなと、30時間ぐらいでクリアできるかなと思ったらね、30時間が第1部終了みたいな。まあ第3部がなくてよかったなとか思うけど、逆になんかこの展開だったら第3部もあっておかしくないかなとかね、最後の方まで思ってましたけど、この第2部ということで終了となりました。さて全部のターン数とか出るのかな、これは特段出ないか。あーこれが出るのね、各キャラクターの。これ全部見ていくと大変そうだね。しかも文字数がファミコン版の時と比べてすごく多いから、これ読めるのかな、ちゃんと時間それぐらい取ってくれるのか、それともまあなんとか読めるぐらいの速度かな。そして音楽がメインテーマの音楽に切り替わって、もうファミコン版からどれぐらいになるんだろうね、30周年近くにはなるんだね。28年とかそれぐらい、ちょっと細かくよく分かんないけど、かなりのね長いシリーズだけど、まあ自分の場合はスーパーファミコン版のトラキア776でしかもクリアせずに終わって、それ以降はあまりやってなくてね。全部はやってないんだけど、それでもね結構長く遊んできたシリーズなんで、まあもっともねファミコン版からやってたわけではなくね、スーファミ版で初めてプレイというような状況。なんだろう、6戦2勝ってなんだろうな、何の戦いの数なのか。生涯独身を貫いた、いやー最後選ばなきゃダメだったかっていう感じだね。戦後間もなくフレンは姿を消した。これ竜族かと思ったんだけど、そういうことじゃないのかな。彼女は傍らに立つ男に尋ねた。この時代ではお父様と呼んでよろしくて。ああなるほど、そこら辺はなんだろうね、
最後結ばれればまた話が出てくるのか、それともそうなんでね、フレームもそのあたりもあったからエンディング選びたかったっていうのがあったんだけど、まあ最初はね他の女性2人、大人系の女性2人に、ね、狙ってたんだけど、なんかだんだんストーリー進めるとフレームもありかなと思ってたんだけど、最後の最後まさかねあの女が選べようとはという感じで、ついついソティスを選んでしまったっていうね。なんだろうな、生涯片方は生涯女神メルセデスは、片方は生涯独身というね、すごい相対するいい方になってる。なんだこれ、なんでここでなぜここで2人出てくる。これ2人の関係性高めると、なんか、まあ、女同士でも結ばれるんだよみたいな感じのねストーリーがあったんだよね。ダグザの方では女性同士が結ばれることもあるよっていうね、そういうような支援効果の会話もあったりするんだけど、まあ、だからかこれセットで、ああここもセットになるのか、なんでだろうね。これはこの2人が彼の妻となったアネットって書いてあるから、うん、そのあたりも関係あるのかな。これはゲーム中の展開によってそうなるのか、ゲーム中の支援効果とかのプラスがなくてもこうなるのか、ちょっとよくわからないけどね。メルセデスがなんか一人のままでね、申し訳ないみたいなところもあるけどね。イングリッドあれか、シルバンと結ばれるかと思ったけど、そんなことないね。だがそれらのパターンを全部把握しようとすると、まあ土台無理なので、ある程度も自分のプレイでこれで満足ということにしておかないとね。フェリックスとシルバン、どうしてこうなった、この2人が何で並んでるのかよくわからんけど、共にディミトリを支えた家柄のね2人ですけど、うん、シルバンとイングリッドが結ばれるかなとか考えたけど、そうではなかったね。ディミトリとズズ、これディミトリでも単体で出てこないんだね。すでに従者ドゥドゥの姿があった。ドゥドゥは最後使おうと思ったけどね、最後までね、結局はディミトリにくっつけて副官として活躍させて終わってしまった。うん、やがてディミトリは病を得て倒れるが、ドゥドゥは王の眠る墓所を生涯守った。そして主人公とそのお供ベレトはディミトリを助けと、彼と共に帝国の野望を打ち砕いた。戦後大司教の座を降りたレアに代わってセイルス、うん、また司教になったという話になってる。というようなエンディングがあり、多分ここからは スタッフロール来るね。多分ものすごく長いと思うよ、ここまでのボリュームのゲームであるんならば。特にプログラマーとかもそうなんだろうけど、絵とかも結構多かったからね、アニメもあったしで、そうした部分でまたいろいろとありそう。光栄テクモゲームスがスタッフ関わってるという話になっている。結構がっつり関わったらしいからね、任天堂のゲームではあるんだけど、光栄テクモもその要素がね、歴史シミュレーション作った光栄テクモの要素もちょっと含まれてるかのようなね、ゲーム展開であったりゲーム内容があったりしましたけどね。
さて、これがどれぐらい長いか分かりませんけど、のんびりと見ていきましょうか。いやそれにしてもね、この曲もサウンドトラックには入ってるんでね、なんか限定版みたいなものが発売されていて、その限定版、自分の場合は任天堂のオフィシャルサイトでその限定版のソフト以外の部分を買って、で限定版のソフトの部分に関してはダウンロードコードという形で受け取って、なのでダウンロード版で楽しみつつ、その限定版のサウンドトラックとかまたその他の要素もね、手に入れることができるっていうね、なんか少し変わったというか、そういった売り方をね、任天堂やってるんで、なのでダウンロード版の手軽さもありつつ、そうしたグッズも手に入る。でまだあまり聞いてないんだけれども、サウンドトラック少し聞きましたけれども、確かこの曲のショートバージョンが入ってるはずなんですよね。ということは当然ロングバージョンもあるはずだから、今現在発表されてるかどうか分かんないですけど、将来的にはオリジナルサウンドトラック全部曲入ったものが出る可能性もね、当然あるかなと。これゲームのスタートの段階でもう自分が聴いたことのある曲であれば、いつでも気軽にミュージックテストみたいな感じでね、音楽視聴できるモードがあるんで、それで聴くことができるんだけれども、やっぱりね、のんびりと聴きたいんであればサンドラ買った方がいいかなとか思うんで、発売されたら買おうかなとは思ってますけどね。音楽、今回特に気になったのは自分のターンと敵のターン全部一つの曲なんですよね。そのあたりがあるので、結構そのやめ時がわからないというか、ゲーム実況やる時にはそのカットするんですけど、なんかカットなかなかできないんでね、音楽が通して流れてるから。そんなこともねありつつ、まあ曲もいい曲も多かったんで、のんびりと聴けたらいいなとか思ってますけど、さてここら辺音楽絡みの名前が並んでるけど、どうなんだろうね、音楽はどういった人が作ったのか、その光栄テクモ系が作ったのか、それとも全く別の外注の外に頼んで作ってもらってるのか、なんか音楽の名前にはちょっと光栄テクモっぽいね名前があったりもしたんで、早きこと風のごとくみたいな、そういう名称のね、武田信玄の風林火山風のね名前が2つぐらいあったりとか、そういうのも見受けられたんで、音楽がどこが作ったかちょっとね興味あったりもしますけどね。いやーでもこれまだ3つあるうちの1つだけなんですよね、クリアできてるの。全部、まあ、全部まではいかなくても、赤い方は、赤い楽器の方はやってみたいなって思ってるんで、ちょっと黄色はね、まあ、どうでもいいかなと。今回のストーリーにもあまり大きく関わってこなかったんで、そこまで黄色には興味ないんだけれども、まずは赤できればやってみたい。でそれでさらにいけるかどうか、ワンプレイ50時間で多分2回目のプレイは結構カット入れれば、あとハードでやる必要ないかなと、またクラシックモードでやる必要もないかなと、それをやっていけばもうオート移動で全部終わらせるっていうね、そういうこともありだと思うので、まあそのあたりも狙ってテンポよく次回赤い方やっていきたいなと思ってますけど、そんな時間があるかどうかの問題も含めてね、できればやってみたい。結構でもワンプレイ長かったけれども、例えばファミコン版のファイアーエンブレムもあれも20時間とか25時間とかかかってるんでね、だいたい25話ぐらいのゲーム内容で、なのでまあだいたい2倍ぐらい、ボリュームは明らかにこっちの方が大きいと思うんで、そう考えると、まあ、こんなものなのかなと思いつつ、普通の人、まあ普通の人っていう表現あれだけど、
普段他のこともやりつつ生活してる人がこんな長く時間取れるのかなとかね思って、どれだけの人がクリアできるのかとかも気になりますけどね。最後までできればねやっていくのがね全部把握する上でね重要だとは思うんだけれども、それが、まあ、全部この3つの勢力ね、そこまでできるのがどれくらいの人なのかっていうね、コアなファンはできそうなゲーム内容でね、もしかしたらもう序盤でなんか辛く感じる人もいるかもしれないけど、こういうのが好きな人からするとね、キャラクター感の絡みとかね、ゲーム的にはまあそこまで何か大きく変わったとかはないんだけど、まあ要所要所のプレイのしやすさとかは当然あったので、そのあたりの進める上でのね気楽さは結構いいかなと。あとはどこまで自分で縛り要素入れるか、今回初見でハードでクラシックモードでやったけど、まあ次はもうノーマルで、そしてカジュアルか、カジュアルモードでやっていけばいいのかなとか思うんだけど、普段のね外で稼ぐ時も全部自分でやらないと、カジュアルだったならばもうオートでやってもね誰か倒されても問題なくても、クラシックの場合はねそこら辺ができないんでね、オートでやって倒されたらまた巻き戻さなきゃいけないけど、巻き戻しを失敗する可能性とかね考えるとね、ついつい画面見てなかったとかね、そういうこともできないんでね、できればカジュアルでやった方がいいんだろうなと。なので次回以降はカジュアルで気楽にぜひとも遊んでいきたい。さてそろそろ最後かな、これマリオクラブのデバッグスタッフが今表示されてますけど、いやー珍しいね、でもこのエンディングスタッフロールもね、なんか普通ならばそのイラストとかを左右にこの出したりするんだけど、この幻想的な雰囲気のこれだけでね全部進んでいくっていう、だから逆に落ち着いていいのと、まあ、飛ばそうと思えば飛ばせるっていうね、あえて飛ばしませんけれども、あーこのねゲーム実況やってるとエンディングスタッフロールどうするか常に悩むんでね、この流れてる間ずっと喋るか、それとも全部カットするかとかね、だがこの間にゲームの感想とか言いつつのんびりと文字が流れるのを眺めるのもいいのかなとかね、のんびりこの流れを見つつ、だが漢字とかで書いてるわけではないから何が書いてあるかねあまりよくわからないっていう、どういう人かもね。さて一体どれぐらいまで続くのか、今回 3DS とか Nintendo DS からと比べて Nintendo Switch に変わったことによって、果たしてどれぐらい売れ行きが変わるのかもね注目だけどね、結構覚醒が50万とか確か売れたのかな、果たしてそれに勝るのか、それとも同じぐらいでとどまるのか、それともやはり据え置きだからなかなかプレイできる環境がないから売れないとか考えられるんで、そのあたりどれぐらい多くの人に広まるのかも今後見ていきたいところ。海外では売れてるっていう話はあるけどね、実際の数字は分かりませんけど、やはり海外はあまり携帯機は栄えてなかったんで、そう栄えてなかったといっても結構売れてはいたんだけど、それでも据え置きの方が優勢なんで、今回 Nintendo Switch になったことによって、またゲーム内容もよりアニメ的になったことによって、どれぐらい注目されるのか、どうなんだろうね。この手のイラスト、まあ、好まない人も、まあ、多分いると思うので、単なるアニメ的というよりかまたちょっと違うんだよね、イメージとしては。少なくともオタク系アニメではなく、どちらかというと少女漫画系のイラスト風なので、
どれだけの人がこのイラストに抵抗感を持つのかとかも気になるところ。さて最後、著作権表示が出て優雅な音楽とともに終わりとなります。で、昔のゲームだとこれが出るともうリセットボタンを押さないと動かないとかあるんだけど、今のゲームこれどうなるか、この音楽もどこかで切り替わっていくのか、それともボタンを押さなきゃいけないのか。ボタンを押しましょうか。ボタンを押さないと反応しなかったね。下手したらずっと音楽が流れていた可能性がある。で、セーブどうするかな。これ5マスしかないのはちょっとあれじゃないっていうね、まあ、あれじゃないって表現なんだけど、これどうするか。このスロット5のところが人を選ぶね、最後のところなんでね、女性キャラクターを、まあ女性じゃなくても多分いいんだろうけど、真ん中か、真ん中にしときましょうか。クリアデータをセーブしますか。引き継ぎ用のデータになります。クリア前のデータでまたプレイしたい場合は別のスロットにセーブしてください。真ん中にやっておきましょう。クリアデータがあるってことは続きからでいいのか。これ右側少しなんかマークがあるね、あの女性ソティスのキャラクターのディフォルメので、クリア時間が56時間54、だいたい57時間。クリアデータ引き継ぎ、クリアマークがついてるとクリア時の状態を引き継いで最初からゲームを開始できる。引き継ぎを行うと以下の項目が引き継がれる。うん、名声地、ショップのレベルなんてあるんだ。名声地と雇用中の騎士団、聖人像の強化段階だから、キャラクターのレベルは引き継がれないってことか。実質メニューで名声地を使うと主に以下の項目をクリアデータで達した段階まで解放される。指導レベルとか、まあ、様々なものが。でも名声地を使わないとダメってことか。ああ、ようやくこれ実質メニューが役に立つのか。なんかモデル切り替えのね、ダウンロードコンテンツのものを切り替えるだけしか今まで活用の余地がなかったけど、キャラクターモデルを変更できる。クリア済みの章に応じて紋章の力を引き出せる紋章アイテムが付与されるというような内容だそうです。ファイヤーエムブレムシリーズのアミーボを持ってる場合はアミーボスポットに行ってみましょう。そんなものは持ってないというようなことを、また機会があればね、赤い勢力でやっていこうかと思います。多分勢力から選べると思うので。では長らく見ていただいたファイヤーエムブレム風化雪月、これにてひとまず終えたいと思います。また赤い勢力でやることがあればまたご覧いただけたら幸いです。他にも様々なゲーム実況やってますので、また過去作もファイアーエンブレムやってますので、よろしければそちらも合わせて動画をご覧いただけたら幸いです。またチャンネル登録していただけると今後の励みになります。ではでは。Oh,